皆様ごきげんよう、八弦ギタリストのマサトゥーンです。今回は久々のトーク動画の更新となりますが、今回はですね、私マサトゥーンが主役ではなく、タッピングスタイルの素敵なギタリストをお呼びしましたので、これから紹介します。水木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速、水木さん自己紹介をお願いします。はい、トークローというアンビエントユニットでギターを弾いている水木です。今日はよろしくお願いします。お願いします。いろいろね、気になるところがたくさんあるんですけれども、皆さん冒頭でも見ていただいた通り、すごく素敵なタッピングスタイルで水木さんは演奏されてるんですけれども、そもそもどういったきっかけでこのスタイルを始めたんですか？はい、もともとギター始めたのはポリヒアとかチョンのちょっとテクニカルでピック弾きする演奏を見て憧れて始めたんですけど、なかなか練習してても弾けなくて、あ、難しいですよね。それでその YouTube とかインスタとか見漁ってる時にコベットっていうバンドを見つけて、そのギタリストのイベット・ヤングの弾いているの指弾きのタッピング奏法っていうのが見て面白いなって思って始めました。あー、なるほどなるほど。イベット・ヤングさんっていうのギタリストの方と僕もすごく影響を受けているタッピングスタイルの方なんですけれども、確かに結構グルーブとかフレーズのですね、なんか流れを重視したリフを弾いてらっしゃるなと思っていたので、結構そういうところからも影響は受けているんですかね。そうですね。あとその一人で弾いててもすごい楽しいというか嫌にならなかったので、なので今までずっと一人で結構練習を楽しんで続けることができたのが良かったかなって思います。好きなものじゃないとなかなか続けるのって難しいですよね。では水木さんの所属しているグローというユニットについてもっと知りたいんですけれども、紹介してもらっていいですか？はい、グローっていうユニットは私とあともう一人のギタリストの武藤雄一さんという方のアンビエントユニットで、寝れるけど乗れるみたいな音楽を作ることを目的としています。寝れるけど乗れるって新感覚ですよねちなみに皆さん、この動画を撮っている翌日に、なんとマサトゥーンとこのグローはツーマンライブを名古屋でやるんですよ。いいでしょということでね、今回の動画ではみずきさんにですね、このグローの中から一曲素敵なリフを紹介していただきます。チューニングが6弦から F、A、C、G、D、E のピックアップがフロントとセンターのミックスで弾いております。ああ、なるほど。じゃあチューニングは6弦が1音上げで4弦が1音下げっていう、いわゆる変速チューニングで弾いてるんですね。はい、弾きながら解説していきます。スライドの奏法は一緒になると綺麗なので、いっぱい練習して綺麗に弾いてください。私は6弦と5弦の開放弦を使うことが多いので、低音が別の音を押さえているときは意識して綺麗になるようにしています。ハーモニクスを入れるときに、右手を徐々に下げながらやると音が出しやすいので、ぜひやってみてください。私は1弦の開放弦を使うことが好きなので、1弦開放弦が鳴るときは大切に弾いています。紹介していただいたフレーズもすごく素敵なんですけども、こういうフレーズって普段どういうふうに作曲しているんですか？変速チューニング使ってるんですけど、難しいことをしようとせずに
の自分が弾いてて気持ちいいなとか、この音綺麗だなっていう音を組み合わせて弾いています。あとそのタッピングとかも音が使いたいけど左手だけじゃ足りないっていう時に補助的に入れる時もあるし、タッピングのちょっとキラキラしたニュアンスが欲しくて入れる時もあります。あ、じゃあ同じタッピングでも結構用途によって使い分けてるんですね。はい、あとはその私はイデッドヤングが好きなんですけど、そういう自分の好きなギタリストの曲をいっぱいコピーして、もう手癖とかもう自分のものにして、そこからどんどんまた自分の個性を足しつつ広げていくのもありなんじゃないかなと思います。いいですね。やっぱりその影響の受けたアーティストって、ね、皆さんいるもので、まあ、例えば僕だったらイベット・ヤングさんとかジーン・ボーナンさんとかイチカさんとか、いろんなアーティストから影響を受けて自分のスタイルを作っていったタイプなんですけれども、やっぱり元がいてからこ そ, その自分のオリジナリティを作っていけるということですね。それでは今回水木さんに素敵なリフを紹介していただきましたので、最後に何か水木さん告知はありますか？はい、6月25日にアルバムグローがリリースとなります。おー、予約しました。ありがとうございます。ぜひ皆さんもお手に取ってみてください。7月2日にご基礎なんや、7月9日キラインテルサット、8月5日に京都キャンディーでライブを行います。ぜひお越しください。ぜひね、このスタイルを生で見れる機会っていうのはね、今まで国内でもなかなかないものだったので、ぜひ皆さんお近くの方、そうでない方も足を運んでみてください。よろしくお願いします。今回の動画はいかがでしたでしょうか？最近ですね、やっとツアーライブでしたり遠征ライブも入れられるようになってきたので、今後こうやって現地で知り合ったミュージシャンとこういったですね、紹介できる機会を作っていけたらなと思いますので、今まで通りこのチャンネルでは演奏動画がメインにはなりますが、こういった企画も不定期で更新していくので、ぜひ皆さんチャンネル登録と、もちろんグローの音源もチェックをよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。